はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第24回でございます。で、今回のテーマがね、葛藤の先にあるものというテーマで、まあ下はテーマっていうよりもね、心配かけてごめんなさいっていうのと、今回は内容が暗くなる可能性大です、かっこ注意ということでお送りします。で、どういうことかっていうのを話す前に、そこのね、一番下にも書いてる通り、今回はですね、聞いても何も役立ていません。なんつうんだろうな。今、自分の中ですごくね、こう、葛藤があって、まあ、わかんない、弱音とか、愚痴とかが多分今回出ると思う。まあ、それを伝えるために今回撮ってるので。だから、うわ、そんなん聞きたくねえよって、嫌だよ、聞きたくないって思う子はね、ぜひここで止めてカットしちゃって大丈夫です。今回の内容は聞くことをね、強制するつもりはさらさらないので、で、なんで、まあ、じゃあなんで撮ってんだよって話なんだけど、こんなんを。で、なんで撮ってるかっていうと、前回のハイチのダラダラジオ23回とか、あとね、22回の時も来たんですけど、あと普通に動画見てる子とかもね、最近、なんかおかしくないですかって、なんかすごい無理をしてる感じがしますとか、元気ないですよねとかね、が来たんですよ。で、ブログにも書いたけど、こう来たんです。まとまっていろんな人から。で、あ、やばいと思ってね、本人は全くそんな気はない、そんな気はないっていうかあるんで、落ち込んで結論から言うと落ち込んでるんですけど、いろいろあってちょっと、ただそれを出さずにいたつもりだったんだけど、まあ、にじみ出てたのかもしんないよね。だからまずそこに関して心配かけて本当にごめんなさいね、申し訳なかったっす。で、まあそういう風にね、書かなくても思ってる子ももしかしたらいるかもしれないので、ちゃんとね、自分の口から、まあ、ブログでもちょろっと書きましたけど、口からね、なんでそういう風な感じになってるのか、今何と戦ってんのかっていうのをね、ちょっと喋ろうかなと思います。まあそんな感じでね、だからいつもの日曜じゃなくてちょっと違う曜日にね、ダラダラジオ撮ってるわけなんだけど、結論からっつうかね、なんでこんな感じ、ちょっとね、まあ、元気ないっつうかなってるかっつうと、焦ってんだよね、本当に。2月の後半ぐらいから、まあ、ちょっと自分の中のギアをね、もうちょっと加速する方に入れ替えて、動画をこう撮ってきたんだよ。で、もちろん家のこととかさ、特にうちはまあ、みなちょ先輩がね、いるから、子育ての方もあるので、動画を撮れる時間っていうのは、みなちょが、まあ、みなちょって言っちゃったけど、みな先輩が生まれる前よりもやっぱ減ってるんだよ、事実。うん、みな先輩がいるときはできる限り撮らないようにしているし、やっぱり泣いちゃったりもするからね。だから、こう、家の中で一人で入れる時間を見計らって撮るようにしてるんだけど、でもこう、例えば今回ね、高校数学を今撮り始めてね、で、あと社会、まあ、歴史と公民まだだけなんだけど、撮り始めてるんだよね。でも正直追いついてないんだよ。そう、自分がこう求めてるペースにも全く追いついてないし、おそらく学校で特に高校生とかそうだと思うんだけど、まあ数一数二に関しても、あれ俺なっていうとこまだ動画来ないんかなとかさ、ね、まあ社会に関してもやっぱ一番多いのは地理はまだですかってね、質問もまあすごく多いし。で、個人的にやっぱ要望をいただくのはすごく嬉しいからね。まあそうやって期待してくれてるんだなという前向きな解釈をすればさ。でもそれに応えられないと。ね、物理的にさ。それでね、ちょっと悩みすぎちゃって一時期。で、こうね、自分俺良くない性格、こういうとこ良くないんですけど、悩みすぎるとね、こう極論に行っちゃうんだよ。極端に考えてしまって、ああそんな中途半端なことしてんだったらさ、みんなに迷惑かけるだけだし、撮ってる意味ねえんじゃねえかってちょっと思っちゃった。まあつうか今でもちょっと思ってんだけど、まだもともとすごく完璧主義なところがあるので、やるんだったらしっかりやりたいのね。だから中途半端な動画を配信したくないんだよ。で、いろんな子からいろんな意見をもらって、例えば動画の質をもっと下げていいから本数増やせないんですかとかっていうのもある。結構あった、それもね。で、確かに昔ってね、1日頑張れば5本ぐらい撮れたんだよ、動画。番所にそんなにこだわってない時期、結構昔ね、もうな。
でも今は板書にやっぱすごいこだわりを持ってやってるから、すげえ頑張って1日3本なんだよね、取れても。でもやっぱりこう家のこととかもやんなきゃいけないしね、家事のこと、家の掃除とか洗濯とかもやってるからさ。で、まあ、そういうのもやったりすれば、もちろん制限が出てきて、ね、最低1本は取るようにはしてるけどね。それでも、やっぱり取れる本数が減っちゃう。で、その子が言ってくれたみたいに、質を下げて本数増やす。ね、っていうのは、やろうと思えばできる。確かに。本数増やせるよ。質下げればね。でもきっと後悔すると思うんだよ。俺、それやったら。絶対また取り直すって言い出すしね。そうすると二度手間になってしまうし、こう分かりにくいっていうものを配信はしたくないんだよね。やっぱり。責任があるからさ。っていうとこの葛藤と、あとはですね、まあこれはね、去年もそうだったんで、しょうがないって分かってるんだけど割り切れてないこのぐちぐちした性格ね。何かっつうと、4月って、まあ3月の終わりか、3月の終わりぐらいから4月ってね、動画の再生回数へこむんですよ。伸びなくなるんです。まあちょっと、あれね、俺みたいな教育 YouTuber の場合ね、普通の人は全く関係ないと思うんですけど。で、なんでかっていうと、まあ受験が終わる。で、4月ってテストないんだよね、そんなに。中学校が、特に中学生ね。おそらく1学期とか、まあ2学期制だったらね、前期の中間テストは5月か6月にあるだろうから、まあ、勉強っていうことに関してそんなにニーズがないっつうかね。あ、見られないからさ。まあ去年も落ちたんだよ、4月。で、分かってんだけど。だから、こう、うまく、自分の中でうまく動画が撮れてない、ペースが乗れてない、その上に再生回数も、まあさすがにやっぱへこんでるので、今は。前みたいにはね、伸びてないからさ。だから、そこの、モチベーションがうまく保ててないんだよ、今自分の中で。しょうがないって思ってんだけど、思い切れてないんだよね。そう、この心のどっかで気にしてる感じだよね。そうそうそう。で、まあ他にもいろいろあるんだけど、多分ね、そんなにぐちぐち話してもさ、あれなんで、まあ、主にその辺を考えすぎちゃってね、何のためっていうかね、なんつうんだろう、撮ってることに意義があんのかなとかね、そう、まあさっき言ったように極端に考えてしまうと、まあそんなことを考え出してたんだよね。で、それでもやっぱりね、いろんな子から、お礼のコメントとかね、メールとかメッセージをもらって、それに一個一個励まされながらね、やってきて、で、今その、まあ、葛藤の真っ最中の中にいるんですけど、でも、まあ、実はこう、まあ、YouTuber というか、この動画の活動をやって、もうちょっとで丸2年だね。2年前の6月1日から始めたから、まあ、再来月でちょうど2年になるんだけどさ、こういう葛藤ってたくさんあったんだよ。何回も壁にぶち当たって今のここにいるからね。だからこう葛藤してる自分と、実はもう一人の自分が心の中にはいて、なんとかなると。そう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 、性格上逃げはしないだろうから、俺はそういうとこからね。だからなんとかなんだよっていう、ちょっとポジティブな意見も思ってる自分もいるんだけどさ、ただまあ前みたいにこうすっきりをしてないので今。そう。だからまあ、こう考えすぎてね、ちょっとこう、なんつうんだろう、悪循環の渦の中にいるっていう感じなんだよね。そうそう。みんなの期待に応えられてねえからさ、今は。だからいろんな、要望送んないでってわけじゃないからね、気にしないで送っていいからね、全然。だから送ってくれた要望に関してはやっぱ応えられないことの方が多いからさ、今はね。だから本当に申し訳ねえなって思う。でも申し訳ねえなと思って立ち止まってても何も変わんないし、一個一個取るしかないから、俺の場合はさ。だから、おそらく中3って今年、なんか学校によってはね、社会、あれだよね、歴史から始まってんだよね。で、夏休みぐらいから公民に変わるっていうとこも多いらしいからさ、歴史の教科書の後半なんてね、全然まだたどり着かないし、だからテストに役に立たないでしょ？力になれねえからさ、そういった意味でも。あ、申し訳ねえなとか、地理も取れねえしね、まだね。そうそう。じゃ、取ればいいじゃんと思うかもしれないんだけど、今、地理に手を出すとね、歴史とか、まあ、他に今やってる歴史、公民、高校の数1、数 A だね。今、この4つ柱でやってんだけど、もっと遅れちゃうんだよ。だから全部中途半端になっちゃう。だから、
まあ、歴史公民数一数 A だけはおそらくそれでも遅れちゃうんだけど、学校より。でもその4つにこうなんと集中してやっていこうと今思ってんだよね。ただ地理も取りてんだけどね、本当はね。 そうそう、まあそういう葛藤とかもあるんだけどさ。で、まあいろいろ考えて、で、いろんな子からね、まあいろんな子供いるし、親御さんからもいろんなメッセージとかね、励ましのコメントをいただいて、いろいろ考えて、ちょっと今、なんつうんだろうな、答えではないけど、まあ自分の中である一つのものになんか見出してるところがあって、俺、すごいね、ごちゃごちゃ考えるのが苦手なのね。複雑に考えちゃうと、どんどんドツボにはまってダメになるパターンなんだよ。だから必ず物事をシンプルに考えるようにしようってして生活をしてるんだけど、で今回の悩みに関してもシンプルにこれを大事にしようっていうのが見つけたかった。そう、なんか自分の気持ちがすっきりするような答えがね。で、まあ、それが今2つあって、で1つは後悔したくないっていう気持ちがあるなってすごく思った。そう、でどういうことかっつうと、まあ今うじうじしてんだけど、ちょっとね、うじうじしてるけど、さっきも言ったように足を止めて立ち止まってたら何も変わんないんだよ。特にこういう葛藤の渦にいる時って、やるしかないんだよ。進むしかない、絶対に。だから動画を撮るのをやめることはしなかった、今回。どんなに悩んでもね。だからまあ毎日ね、ちょっとね、アップできない日もあったけどさ、基本的に毎日動画をアップしてやり続けて、絶対それをもしやらなくなったらもっと悩むと思ったからね。そう。でもそうやっていくうちに、こう、後悔しないようにこの活動をやっていこうって。で、動画の内容にしてもそうだし、ああ、もっとちゃんとやればよかったって後悔するものは絶対配信しないようにしようって。だから本数はね、たくさん追えなくても、ちゃんとした質のものを配信していくのが俺のスタイルだよなって思って、一つ今それがスッキリしてる。とこなんだよね。そう、後悔しないようにしようと思ってさ。で、あともう一個は、よくスポーツとかでもそうだし、まあ、漫画とかでもたまに書いてあるけどさ、例えばバスケ漫画とかで、こうすごいこうなエースみたいな子がね、まあ、スランプではないけどさ、こううまくいかなくなったと。試合でシュートも入んねえし、活躍もできないって、チームに迷惑ばっかりかけてるみたいな、悩んでる時に、あ、これを忘れてたみたいなシーンがよくあるんだけど、何かって、楽しむことなんだよね。で、これはね、実はすごい今までぶち当たった壁の時にも毎回思ってることで、悩んでる時って動画撮ることで楽しめてないんだよ。そう。撮らなきゃって思ってる時は絶対ダメ。撮りたいとか、撮ろうって思えてる時が、やっぱり自分の中でうまくいってる、気持ちのコントロールがね。だから基本的に楽しくね、撮ることを大事にしてやっていこうって今すごくそれを思ってる。で、その2つをちょっとまた見つけられたので、ここ数日は、まあね、数日はっていうか、まだ浮き沈み激しいんだけどさ、気持ちの中ではね。でもちょっと安定してきた気がする。うん。で、あとはね、これ今日からちょうど始めたんですけど、昨日決めて。生活スタイルをね、ちゃんとしようと思って。仕事柄しょうがないんだけど、今まで寝るのが2時3時で、起きるの7時みたいな生活をしてたのね。でもダメだと思って、人として。そうそう。だから、必ず12時までに寝る。で、6時に起きる。6時間睡眠が基本的にベストなんで、12時6時とか、11時に寝れる日があれば、11時5時にしようって。で、俺朝ね、寝起きはすごく強いんで、起きてすぐに勉強とかの板書作りとか普通に始められるので、そういうふうに朝方の生活にちゃんと戻そうって、そういうのはして決めて今日から始めました。で、もともと昔から朝がすごい得意なんで、そっちに戻して、またね、その気持ちのコントロールもうまくいけるようにしていけたらなと思ってる、今はね。で、実はね、今回この葛藤について話したのは、俺のね、自己満足がほとんどなんだけど。でも、聞いてくれてる子ね、まあ受験生の子もそうでない子もいっぱいいるけどさ、物事に何かにチャレンジしていくときって絶対に葛藤がつきまとう。
勉強でもそう、スポーツでもそう、仕事でもそう、絶対にある葛藤って。でその時にあのね、さっき言った後悔しないとか、まあ俺が言ったら立ち止まらないっていうところとか、あとは楽しむっていうところはどれにでも共通することだと思ってるんだよね。俺は勉強楽しむとか気持ち悪いって思うかもしれないけど、勉強もやらなきゃって思ってる時よりもやろうって思ってる時の方が絶対に効率って上がるんだよ。親に言われたから、学校の先生に言われたからやんなきゃ、あーしょうがない、やるかみたいな気持ちでやるのと、よし今日歴史のあれあそこマスターしようって思えてる子は全然違うからね。だから、まあ、もちろんスポーツ勉強以外のね、スポーツ、そして将来的には仕事とかでもそうなんだけど、そういった意味で後悔しない、立ち止まらない、そして楽しむっていうところをね、特に受験生の子はまだね、さすがにちょっとぶつかってないと思うんですけど、受験が近づくにつれて絶対にぶつかるからね。去年俺の動画見てくれてる子もたくさんそんな子がいたから、でもみんなね、一歩一歩しっかり足を前に出して、それで壁を越えてね、受験合格、もちろん志望校に合格できなかった子もいたけど、でも自分の道をしっかり今でも歩んでるからね。だからそういったヒントにもしなったらなというね、淡い期待も持って今回撮らせてもらいました。でもごめんね、ほとんどが俺の自己満足だし、聞いて楽しい話ではなかったと思うんですが、まあそんな葛藤の中、動画の活動ね、やってますので、で特にね、一人でやってるからさ、一人で感情処理するしかないんですよ。仕事仲間もいないんでね。でも今回こうやって吐き出させてもらってまあ叱咤激励あると思うんだよ。うざいとかね、キモいとか思う子もいると思うんだけど、でもそう思われてもしょうがないと思って、まあそれも覚悟の上でね、今回は撮らせてもらいました。いつも思ってますけど、今回に関しては本当に聞いてくれてありがとうございました。こんな話をね。では締めましょう。今回はハイチのダラダラジオ第24回、テーマ葛藤の先にあるものというね、感じでお送りさせてもらいました。さっきも言いましたけど、今回もね、聞いていただいて、噛んだよー、ちょっと待ってね、聞いていただいて本当にありがとうございました。こうやってね、まあ、俺も人間なんでなかなかね、うまくいかないこともありますが、それでも絶対に歩みは止めずに、しっかり前に一歩踏み出して、毎日毎日ね、動画の撮影頑張っていきますので、今後もぜひよろしくお願いします。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。